ネパールって英語通じないでしょ？山ばっかりでしょう。治安悪くない？今回は皆さんが無意識に持っているネパールへの偏見、ネパールの誤解について深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバディ、ガイさん is here。今回はネパールについての誤解7選についてお話ししていきたいと思います。ネパールに行ったことない人はこの国についてまだまだ誤解していることがよくあります。これは私も含めです。せっかくの素晴らしい観光地なのに誤解のせいで旅行を諦めては非常にもったいないですよね。この動画を見終わる頃にはあなたの誤解は全て解け、家族や恋人と安心してネパールを訪れることができるでしょう。ではなぜまだ誤解があるこのガイさんがこんな傲慢な動画を作っているのでしょうか。皆さんご安心ください。この動画の内容原稿ネパール人の友人に作っていただきました。なのでネイティブのネパール人が感じている外国人のネパールへの偏見についてまとめた動画になっていますので楽しみにしていてください。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひチャンネル登録とコメント欄の方で応援してください。またガイさんの公式 LINE も作りましたので、こちらではネパールに関すること何でも質問して構いません。いつでもテキストを送ってください。それでは早速内容に入っていきましょう。まずネパールの誤解一つ目は英語が通じないです。ネパール旅行を考えている人の多くはネパールでは英語を話す人は滅多にいないと思っていて、現地の人とコミュニケーションを取るのは難しいんじゃないかなと心配しているようですが、そんなことはありません。実はほとんどのネパール人は英語が得意ですし、英語で論文を書くほどの文章力もあります。ネパールの奥地にある辺鄙な村を訪れる時でも英語が堪能な通訳がすぐに見つかるので心配はいりません。ネパール人とは案外簡単にコミュニケーションが取れそうですね。私も最初はネパールは日本と同じように英語が通じないのかなと思っていましたが、全然そんなことはありませんでした。特に今の若い世代は本当に英語に長けています。国際的な力をぐんぐん身につけているようですね。ちなみに日本語が流暢なネパール人も何人かいましたが、これは日本で勉強したり働いたりした成果だと思います。日本でカレー屋さんを開いているネパール人もよくいますよね。お次はネパールの誤解2つ目。ネパールはインドにあるです。ネパールはすごい小さな国なので、インドや中国の一部だと思っている人も多いようです。何を隠そうこの私、ガイさんも当初はネパールという国が存在していることすら知らなかったです。しかし実際はネパールはヒマラヤ山脈の麓にある一つの国です。ネパールというのは主権国家で、過去にイギリスが広大なインドを植民地化することに成功したものの、ネパールを植民地化することはできませんでした。ネパールの古いことわざに、中国がネパールを攻撃できなかったのは巨大なヒマラヤがあったからだ、イギリスができなかったのは勇敢なグルカ兵がいたからだというものがあります。ネパール人は学生時代歴史の授業で偉大な戦士たちの勇敢な伝説を読み誇りを持って育つそうです。以前グルカ兵について詳しく深掘った動画も作りましたので、ぜひ確認してみてください。ネパールの誤解3つ目はネパールとインドの言語は同じです。これは違うんですね。こんな強い口調で書かれているんですけども、僕が書いたんじゃないですからね。ネパールの友達が書いた原稿なので、きっとネパールとインドの言語は同じって嫌なくらい言われてきたんでしょうね。怒りが感じられます。ネパール語とインドのヒンディー語はどちらも同じデバナガリという文字で書かれていますが、この2つの言語には大きな違いがあります。インド人はネパール語を上手に話すことはできませんし、その逆もしかりです。ただほとんどネパール人はボリウッド映画やテレビの影響でヒンディー語は知っているそうです。今度ネパール人に好きなボリウッド俳優はって聞いてみたいですね。まあガイさんが一番かっこいいよって言ってもらえるのが一番嬉しいんですけども、はい。はい、では気を取り直してネパールの誤解4つ目はネパールには山しかないです。いえいえ、そんなことはもちろんありません。ネパールは日本の半分ほどの面積しかない小さな内陸国ですが、灼熱の平原から氷点下のヒマラヤ山脈まで地球上に存在するほとんど全ての地形がネパールにはあります。砂漠もありますが、暑い砂の砂漠ではなく寒くて岩だらけの砂漠です。ムスタンとマナウはネパールの砂漠として知られる2つの地区です。エベレストのベースキャンプを訪れるとその風景を見ることができます。山々の他にもネパールにはいくつかのユネスコ世界遺産があります。またネパールは多文化、多言語、多民族を体験できる理想的な旅行先でもあり、ネパールのユニークさを特徴づけていますね。実際過去にネパールの観光を促進するために使われたスローガンはネパール A World in Itself、 ネパール世界の縮図でした。全くその通りだと思います。
ついでにインドと全く同じだという誤解を否定するためにお辞儀の文化について簡単にお話ししておきます。インドでは目上の人へのお辞儀は手で相手の足に触れるだけですが、ネパール人はひざまずき額で足に触れます。日本でいう土下座に近いかもしれませんね。このようなお辞儀は行事や特に結婚の儀式では必須です。私の知り合いの女性が言うには、彼女のいとこが駆け落ちした女の子と初めて義理の両親を訪ねた時、ひっくり腰になりかけたそうです。彼女のいとこは義理の実家で親戚全員に頭を下げて回らなきゃならなかったんですね。皆さんも将来結婚の儀式で1000回ぐらい頭を下げなければならないかもしれませんので、今のうちに体を鍛えておいてください。はい、ここまででこの動画が良いと思った方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。では後半戦入っていきましょう。ネパールの誤解5つ目は、どこにいてもエベレストが見えるです。知り合いがネパールの首都カトマンズのホテルにいた時、彼の友人が電話でホテルからエベレストが見えるんでしょと聞いてきたらしいです。まあ確かにエベレストは巨大ですよ。それは事実です。ただエベレストというのはヒマラヤ山脈の一部、国の北東部に位置しています。ネパールは小さい国ですが、それでも北海道の 1.8 倍くらいの面積はあります。どんなに高い山でも他の山に囲まれていたら、さすがにどこからでも見えるわけではないですよね。なんとエベレストのベースキャンプからでさえもエベレストを見ることはできないそうです。日本のどこにいても富士山が見えるでしょと聞いてるようなもんですよね。はい、お次はネパールの誤解6つ目、シェルパとはガイドのことであるです。シェルパって登山のガイドのことでしょ。こう勘違いしている観光客は非常に多いです。実はシェルパとは民族の一つです。ネパールでは先住民族の多くが山岳地帯に住んでいます。昔の探検家たちがネパールの高い山に登る際、シェルパの民族が彼らを手助けしたそうです。それ以来シェルパの登山技術が世に広まりました。高い身体能力を持ち、高所の薄い酸素でも耐えられるシェルパとして生まれた人でないと山岳ガイドになるのは難しいようです。ちなみに人類で初めてエベレスト登頂に成功したのはエドモンド・ヒラリーというニュージーランドの登山家ですが、その時一緒に登ったのはテンジン・ノルゲイというシェルパでした。現在ではテンジン・ノルゲイ像がエベレストの見える位置に建てられています。さて、いよいよラスト、ネパールへの誤解7つ目は、ネパールは危険です。ネパールは安全ですか？子供を連れて旅行に行っても大丈夫ですか？地震とか多くないですか？とよく聞かれます。確かに2015年にはネパールで大震災が起きました。しかし実際にはあの規模の地震は珍しく、50年に一度しか起こらないそうです。また洪水、竜巻、ハリケーンなどもありますが、それはネパールだけでなく世界の他の場所でも起きるものです。日本も自然災害はかなり多い方ですよね。治安の面では極端な犯罪はそれほど多くありません。ひったくりや車上荒らしも観光地では少ないです。しかし世界中どこでもそうであるように、混雑している場所や公共交通機関では警戒が必要です。荷物を無防備に放置しないこと、また夜間に女性が一人で街を歩くのはおすすめしないです。現在ネパール政府は観光客の安全と快適な滞在を保障するためにツーリストポリスと呼ばれる特別警察部隊を設置しています。ネパール滞在中はいつでも彼らに相談や助けを求めることができますので、活用してみてください。はい、お疲れ様でした。それでは今回の動画の復習に入っていきましょう。ネパールの誤解1つ目は、英語が通じないでした。全然そんなことはなく、英語力高い方たくさんいますので、ぜひ楽しんできてください。続いてネパールの誤解2つ目は、ネパールはインドにあるでした。いやー違いましたよね。一つの立派な国ですので、そこのとこ記憶しておいてください。では次3つ目は、ネパール語とインドの言語は同じです。そう、文字は近いんですけども、全く別の言語となっています。はい、お次、4つ目は、ネパールには山しかないという部分でしたね。いえ、むしろ全部あります。平地から、川から、湖から、森から、ジャングルまで全てありますので、皆さんそちらの方頭に入れておいてください。続いて5つ目は、ネパールではどこにいてもエベレストが見えるでした。さすがにね、日本の北海道から東京の富士山が見えるわけではありませんよね。ネパールも確かに小さいんですけども、そこまで小さい国ではないので、さすがにエベレストも見ることができません。はい、お次6つ目は、シェルパはガイドでした。違いましたよね、これもね。シェルパというのは民族の名前でしたよね。この方々がやっている職種がガイドっていうだけでしたよね。はい、では最後7つ目は、ネパールは危険
ということでした。いえいえ、そんなことはありません。しっかりと予防対策をとっていればですね、安心して旅行できますので楽しんできてください。はい、いかがだったでしょうか。ネパールに対する誤解は解けたでしょうか。ネパールは様々な特徴を持った魅力的な国ですので、ぜひ一度訪れて自分の目で確かめてみてください。ここまでご覧いただきありがとうございました。今後もネパールに関する様々な情報を発信し、皆さんの知らない有益情報を皆さんにお届けしていきたいと思っています。ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方で応援してください。皆さんが感じたネパールへの誤解、また日本への誤解などありましたらですね、バケツの方に共有してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Video also.